皆さんこんにちは、マリアです。さあ、今回の内容はこちら。歌声だけで感動させる私が選ぶ影ソロ合成ということで、いやね、あの、私、ファン時代から、その、影ソロ表には姿を出さないけれども、歌声だけがこう、劇場中に響き渡るっていう、あの瞬間がもう、本当 本当に大好きで、で、あの、ずっとずっとね、やっぱりファン時代から影揃うっていう、この、素晴らしいシンガーの方に注目をね、し続けてきたんです。で、舞台上にはね、やっぱりその姿がないのに、歌声だけで、ね、その場面を一席に見せてくれて、ね、お客様の心をこう、震わせる、そんなね、 素晴らしいお役目に私もなりたいってね、ファン時代は憧れてみたものでした。で、そこで私がね、やっぱり心に残っている素晴らしい影ソロを厳選して厳選して5つ選びましたので、今日は皆さんにね、その素敵な影ソロのシーンをお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。それでは、早速行ってみましょう はい、ということで、やね、宝塚には本当にね、数々の名作があって、そんな名作にはやっぱりね、数々の名曲があり、やっぱりね、そんな名曲も姿を見せずに歌だけで魅了するっていうのは、本当にね、かなりの歌唱力、表現力、そして技術がね、必要になってくると思います。で、今回ね、ご紹介する方々は、 本当に皆さん素晴らしいシンガーの皆さん、歌手の皆さんなので、ぜひね、皆さん後からチェックしていただければと思います。さあ、それではね、早速ご紹介しましょう。まず一つ目の忘れられない影ソロはこちら。川切りの橋のラストの影揃い ということで、もう何度言ってるんでしょうね。川切りの橋大好き芸人みたいになってますけれども。<laughs> 1990年の月組さんの作品で、これね、影揃を歌われてた方が実は二人いらっしゃって、私が、あの、聴いていた影揃うは、羽根木里さんが歌われていたんですね。ただ、羽根さんが休演をされて、星野ひとみさんがなんとね、影揃うを務められたことがあって、 でもうね、どちらも素晴らしい。どちらも素晴らしい影揃で。まあ、羽根さんのね、あの、なんとも鈴がこう転がるような、透明感のある、すっごく清らかな歌声で、ラストのあの、コウさんとおみっちゃんの橋の場面の影揃を歌われていた時に、もう本当に涙が出そうなぐらい感動して、ファン時代ですからね、まだ幼かったんですけれども、それでも私の心に、も が響いてきて、あれはね、一生忘れられない影揃だなって私はね、思いましたね。で、星野ひとみさんはまたね、羽根さんとは違った歌のうまさがあって、私はこう、タレさんのツヤっぽい歌声がとっても大好きで、もうどうやったらあの歌声になれるんだろうって、本当に本当に、ファン時代も下級生時代も研究しまくったぐらい大好きな声なので、なんかその場面がね、より艶やかになって、 情感たっぷりの歌声を披露してくださるんですよね。なので、どちらもね、こう、つつけがたいぐらい、本当に素敵な、あの、影揃の場面になっていますので、これね、ぜひ皆さん、チェックしていただきたいですし、次の月組公演で一体ここの影ロを誰がやるんだろうっていうのは、もう私はね、今から楽しみで仕方ないです。はい。<laughs> さあ、そして次にご紹介したい、私の好きな影ロのシーンは、こちら。 エキゾチカのデュエットダンスの影揃おうということで、私、エキゾチカも相当大好きだっていろんなところで言いまくってるんですけれども、あの、天みゆきさんとね、朝野佳代さんの鎖で繋がれたあのダンスですよ。あそこのね、影揃おを静ずきあさ,とさんが歌ってらっしゃったんですね。で、男役さんの影揃うってまたね、これがすごく魅力的で、で、しかも、やっぱりね、あの場面の影揃うは、 娘役じゃなくて男役だったら、もう納得の影ソロでした。で、本当に難しいと思うんですよね。ああいうドラマチックな、あの、デュエットダンスになっていましたし、本当につんこさんがその甘い歌声で、お二人のもう心をしっかりと歌で表現してくださって、なのでこう、 アマビさんとアサノカヨさんのダンス、デュエットダンスももちろんめちゃくちゃ素敵だったんですけれども、ズンコさんの歌声でよりね、その場面がもう何倍にも素敵になったんじゃないかなと私は思っています。それぐらい素敵なあのデュエットダンスの影ソロだったので、これもね、皆さんぜひともチェックしていただきたいと思います。はい。さあ、そして次にご紹介したいのがこちら。 プレスティージュのフィナーレナンバーの影揃ロうということで、ここがデルニエラムールというあの楽曲の影揃になってるんですけれども、誠翼さんとかね、あの、潮風孝さんとか、静岐あさとさんとかが踊ってらっしゃるあの場面なんですけれども、フィナーレナンバーのその、ちょっと単語チックな場面で、で、そこでタネさん、も星野ひとみさんのね、影揃が、もうめちゃくちゃ素晴らしすぎて、 本当に、これに関して言えば、私はファン時代、何度も何度も真似をして、この楽曲を歌っては、自分で、あの、録音して、聴いてっていうのを繰り返したぐらい大好きな曲で、このね、星野瞳さんの歌声がね、本当にね、本当に素晴らしいです。もう、今、今、タレさんのような、 声の方っていらっしゃるかな私はね、やっぱり唯一無二の存在だなって思ってるぐらい大好きなので、この場面、あの、場面的にも本当に素敵な場面で、場面が素敵なのにさらに影ソロが素晴らしいので、これ絶対皆さんね、見ていただきたい。ぜひともチェックしてください。お願いします。<laughs> はい。<laughs> さあ、そして次にご紹介するのが、こちら。エトワールド宝塚台湾公演デュエットダンスの影ロ ということで、はい、来ました。これはね、れいまことさんが歌ってました <laughs> すいません。あの、ごひいきなもので。私が大好きなこっちゃんがね、あの、デュエットダンスの影揃をされていて。で、ここも、あの、本当にね、びっくりするぐらいうまかったんですよ。で、この国境の南という曲が中国語の歌詞で、こんなに中国語で歌うのに上手いのみたいな。 もうなんか、発音も素晴らしいし、その歌声も素晴らしいし、なおかつデュエットダンスにものすごく花を添えてくれているし、もうね、脱帽でしたね。圧巻でした。このね、影ソロに関しては、あの、男役とか、女役、娘役とかいう概念ではなく、もう一人の歌手として本当にうまいと思ったので、これはね、ぜひ皆さんに、 まあ、デュエットダンスももちろんとっても素敵なので、皆さんにこの台湾公演、ね、見ていただきたいなと思っています。はい。さあ、そして最後にご紹介するのが、こちら。今時期の砂漠の影揃うということで、これはね、本当にね、度肝もを抜かれた歌声で、あの、音クリスちゃんが歌ってらっしゃったんですけれども、またね、オトクリスちゃんの歌声が本当に 本当にね、綺麗なんですよね。いつもいつも思いますけれども。<laughs> 本当に声が綺麗で、でも、その、声にしっかりと物語が乗っていて、で、どんな場面でどんな曲を歌っても、やっぱり音、ね、クリスチャンのね、あの、歌声には、 いつも心を揺さぶられて感動するんで「すよね金色、まあの砂漠」という作品上ねやっぱりこうギーとタガハーミネのあの2人のもう何とも苦しくて切ない恋物語にクリスちゃんのおとくりちゃんのこう優しくてでもこう情感たっぷりで切ない歌声がねこう乗っかってくるんですよそれがねもうたまらなくていや私の界隈私の周りのね宝塚ファンのみんなも 本当に素晴らしかったよねって <laughs>。<laughs> まずみんな言ってましたね。お得意ちゃんすごいねっていう感じでね、言っていましたので、これはぜひね、皆さん作品も素晴らしいので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、ということで今日はね、もう私が大好きで忘れられない影ソロを厳選して厳選して5つ、ね、ご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうかこの動画が面白かった。 役に立ったと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンを押してもらえると、私も励みになります。よろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ